ひとみです。はい、ももちゃんです。はい、ゆずぽんです。私たちノーリミットラブ&ピース、バンドじゃないもんマックス仲良しです。イエーイ。バモンチャンネル、今日の企画はドキドキ恋愛相談室。わボリューム2、前ブルーツインズでみんなの恋愛相談に答えるっていうのをやったんですけど、今日は3人でみんなの恋愛のお悩みに答えていきたいと思います。はい。最近恋愛で悩んだことありますか？恋愛で悩んだこと、どんなこと好きなオタクと聞きましたいい悩みじゃあやっていきますか。やっていきましょう。はい。旦那しかいたしたことないのが今になってコンプレックスになってきた、皆さんならどうしますか？それが一番いいじゃん。そう思うけどな。一番いいじゃん。人生最初で最後で最高じゃない？確かに。うん。そのままのあなたでいてほしい。確かに。これからも旦那さんとラブラブな自分に誇りを持って生きていってね。うん、素敵。素敵。好きな人、かっこ職場の先輩に奥さんいるのつらい。二人きりの時に手つないだり優しくされるのもしんどい。はい、ダメです。そういう奥さんとかいるのにチヤホヤされてるみたいな状況を作りたいやつはマジでコンプの塊を隠すのに必死なもんなので関わらないようにしてください。彼女ができたことなくて自分に自信持てません。うん。かわいい。まず自分が自分のことを好きでいれる人ってすごい輝いて見えると思うから、確かに。そう、まずは自分の好きなところをちゃんと思い直して、ここ俺のいいところだからもうちょっと伸ばそうとか言っていったら、おのずとちょっとずつでも自信はつくと思います。間違いない。自分のこと好きじゃない人あんまり好きになれる気が自分はしてない。確かに確かに。男の人が怖くて話しかけられても愛想笑いしかできないです。慣れる方法ありますか？でもさ、数こなすことじゃない？コミュニケーション、数こなすことコミュニケーションさ、初めはさ、そりゃだってさ、赤ちゃんとかもさ、触れ合わなかったらどう接していいか分かんないじゃん。まあ確かに。でも最初はもう本当になんか、例えば物とかだと思って喋りかけるところから始めた。いやさ、これってさ、なんかさ、イケメン怖いっていう人って結構いるじゃん。いや、これ全部なのかな？全部なんじゃない？男の人なのかな？全部を大丈夫にしようと思わない、うんうん、まず一人怖くない男友達を作る。猫を飼うことが将来の夢です。はい。恋人が猫アレルギーなのを最近知りました。本気で悩んでいます。なんか、あれだよね、でも言いづらい。こっちが一方的に押し付ける形でアレルギーの薬飲みながらでも猫と暮らしては言えない気がする。まずは話した上で、折衷案とかももしかしたら見つかるかもしれないし。まず猫の魅力をなんか猫のポスター貼ってみる。猫可愛いみたいな彼氏が自分が猫アレルギーなことをね、気負わないような言い方が見つかってから言えばいいんじゃないですか。そうだね。今まで付き合ったことがない男性と付き合う場合、私がリードするべき？本当はされたい。かわいい。ご飯の予約とかはさ、確かにやってみてみたいな。ご飯の予約やってみるみたいな。でもリードしてるよってさ、うん、見せつけてリードするんじゃなくて、うん、そうやって転がすことはできるじゃん。うんうんうん、例えば何々とか好きなんだよなって言ったら、うん、あ、それは外さないなが分かるから、うん、ヒントを出しつつ、うん、相手を教育する。分かるところに正解を置いといてあげて、ね、確かに。誘導していく、うん、それで徐々にね、うん、自分の理想の男性になるわけでしょ。あ、なんかいいね、いいね。テンプラのスタート。やだやだ頑張って頑張って楽しんでね、育成ゲームだ、ね、好きだった子と付き合ったらよく蛙化現象が起きるのですが、どうすればいいですか？男子にも蛙化現象ってあるんだ。やると思うよ。いいなと思った人が振り向いてくれたら嫌いになっちゃう。そう、うん、相手に期待はしちゃダメだなって思ってて、相手はこういう子ですとか、うん、こういう像があって、でそれにそぐわなかったことに対して自分が勝手にさ、うん、なんか違ったなとかさ、なんかイライラしたりしてるから、他人は他人なんだからって思って人生をやり過ごしていけば、そのうち絶対的にバチッと会う人は来るのではって思う。その蛙化現象起きなかったなみたいな。うん、いつか本当に好きな人が現れる。頑張って。頑張れ。大丈夫。
遠距離恋愛の極意教えてください。極意。僕あれ高校生の頃遠距離恋愛だったと思う。え、どことどこ？仙台と千葉。遠い。めっちゃ遠。多分一番興味がなくなったら終わる関係じゃん。うん。必ず会いたい時に会えるわけじゃないって思うとさ、今の時代さ、SNS でどうにでも自分発信できるからさ、ずっと可愛い自分とかさ、素敵な自分をさ発信し続けることによって、うん、興味ずっと持っててもらうことが一番な気がする。確かに。あと愛を伝え続けるしかないしかないよね。会えた時嬉しいし、うん、彼氏にちょっかい出してくる後輩女のことが嫌すぎるんだけど、どうしよう、どうする、どうする、どうやってキルする。うーん、私だったな。嫌だなって伝える。うん、女の子側には何もしない。それはしない。うざいって言いましょう。うざいって言う。彼女が女の子の日になった時にどう声かけてあげたらいいのか、何をしてあげたらいいのか分かりません。人によるよね。ほっとかれたい人もいるのかな。もう子ほっとかれるよりは構われたい。なるほどね。えらいね。えらい。ちゃんと振る。あ、でもそれぐらいされた方がよっぽどポーも嬉しいかも。ベイビーだと思って、うん、どんなにさ大切な友達だろうがさ、うん、身近な人だろうがさ、マジで生理前と生理初期本当に人格が変わるぐらい他人に辛く当たっちゃったりイライラし、うん、自分がしてたりしちゃうから、うん、理解してとまでは言わないけど、もしもバーンってなっちゃった時とかに一瞬なんか時がそうさせてるって思ってもらいたい。向こうも何なんだよとかって言われたらうっせんだよってなるから、確かにね、一回スッてなった上でこっちから、あの時はあんな言い方しちゃって本当にごめんを言いたい。うん、広い心で、広い心でお願いします。待っててほしい。ハーフの子供を産みたすぎて今の彼氏好きだけど結婚できません。つらい。恋愛と子供みたいなところの話が違うんだろうね。大好きな彼と結婚した上で精子バンクで外人の遺伝子だけもらう、うん、今っぽいよね、うん、彼氏がそれでよければ、ね、彼氏と話をしてみる。彼氏もアイドルを推していて嫉妬してしまいます。どうしたらいいですか。嫉妬かわいいな。かわいいよね、うん、嫉妬していいと思う。ただ嫉妬してることを怒られると辛くなるから。お互い趣味でやってる。好きなものを好きってさ、本気のさ度合いもあるけどさ、自分がさ愛をもらってたりさ幸せをもらってるっていう感じでさ好きな人がきっと多いじゃん。なのにそれがきっかけでさ大切な人とさ仲違いするのはちょっと寂しいよね。推しはきっと推しだよね。推しは推し。推しは推し。動物園の一番可愛いと思ってるパンダちゃんみたいな。関係崩れるのが怖くて告白する勇気が出ない時はどうしたらいいかな。その人のことが本当に好きだったらこの恋もう恥を捨てて5回までは告白するとか決めて頑張るみたいな。努力してもう一回チャレンジして、努力してもう一回チャレンジしてみたいな。自分で残機を決める。まあ相手から言ってほしいじゃん。でも、うん、行けるとこまでこう好きって言ってほしい感じ出しても言ってくれなかったらもう告白するしかない。確かに自分が最初に好きって言われて行かなかった人とかも相手が実は好きなのかって自分のことをって思った瞬間に意識し始めて好きになるパターンがある。それは本当にそれだよね、うん、そうだから意識させるっていうのを最初の目的ぐらいに考えて一度の告白の失敗は恐れない。うん、告白ってさ自分の中でイベントだと思ったら楽しくない？確かに。今日告白しようみたいな。ご自分は告白してみてはいかがでしょうか。好きな人に送る誕生日メッセージに悩んでます。でもこれは誕生日おめでとうって送る。それはそう。まずそうだよね。趣味はアンパンマンがケーキをこうやって渡してるスタンプを多分送る。かわいい、うんです。以上。以上。絶対お誕生日おめでとう以外のことを送んない方がいいと思う。絶対お誕生日はめっちゃ連絡来るから。確かにそれはそうだね。でもあれ来てったら普通に嬉しい。LINE ギフト、スタバとか。ギフトはあり。ギフト超あり。アマギフとかさ、スタバよりもいつでも使えるじゃん。確かに。おめでとうと LINE スタンプとギフト券。アンパンマンのやつ。うん。
結婚して8年目ですが、主人のことが好きすぎて困ってます。好きを減らす方法を教えてほしいです。好きが減る方法なんてなくないよ。無理だよ。好きいいな、いいな、一生好きっていう一生好きっていう、このままでいてほしい。でもそれってさ、このあまたいる人類の中からそんなに思える人と結婚してるわけだからさ、しょうがないよ。好きな人って好きな人じゃん、うん、一緒にいればいるほど好きになっちゃうじゃん。それ8年分でしょ、うん、無理無理。好き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 。夫命ってタトゥーを好きすぎて、好きすぎて、まあ、確かに気持ちはちょっと消化されそう、それ言えることで気持ちから行動に思ってるだけじゃなくて。絶賛友達以上恋人未満な人がいて、人としては好きだし一緒にいて安心するけど、異性として好きなのか分からなくて、告白してくれるんだけどとりあえず付き合ってみて考えるがいいのか分からないなら友達のままでいた方がいいのか、どうしようってなってます。向こうから告白があったんだろうね、うん、だけどまだ友達以上恋人未満の気持ちを自分は捨てきれていない。踏み込むか踏み込まないか、他に候補が好きな人とかがいなくて、うん、ただその人に迷ってるんだったら付き合っていなきゃわからないことってプラスもマイナスもあるじゃん、うん、友達のまま関係が始まって、それが結構長く続いて、確かにそのまま2人は絶妙じゃね、ね、っていうパターンもあり得るって見るのはどうですか。試しにって言えば、うん、お互いね、それぐらいの感じで始まるのもいいんじゃん、うん、お姉さんたちは思いますこんな感じですかね、うん、みんないろんなさ悩みだったり愛がたくさんあって、見ててポンもキュンキュンしたりグッてなったりしちゃったね。みんな頑張ってほしい。好きな人って好きな人がいるだけですごいすごいすごい素敵なことだってももこは思うので、自分の中に好きって時間ね、芽生えたら一生懸命それを貫いて生きてってください。会いに行きよう、会いに行きよう。以上この動画がいいなって思った方は高評価とチャンネル登録とコメントお待ちしてます。ではではまたお会いしましょう。バイバーイ。バイバイ。ラブー。